はいどんじゃあササイアンですう今日前半の話題なんですけども昨日「サンデーモーニング」に出演した青木治氏が「日本はアジアで最大級最悪級のコロナ感染者を出した」と言ってしまいまして SNS では大炎上ということなんですけどもこの話内容的に嘘っぱちもいいとこなんでね私ササヤンが今日ちゃんとしたデータを用いて青木氏を削りに行くのと 後半の話題はですね、たった1日で100万円がもらえたと、今話題の国会議員の副収入、文書交通費について、何やらブーメランが飛び交いましたよね。カオスな状態になっているという話をお伝えいたします。僕の書類を聞いて読めるんですけど、いいねと思った方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは早速まずは青木氏の炎上ネタから参りましょうか。昨日11月15日、関口博士のサンデーモーニングにおいて、ジャーナリストなのかファンタジー小説家なのかよくわからない青木氏が、 日本のコロナ感染の対策についてとんでもないことを言ってしまいました。まずはサーモニアの女性アシスタントから日本政府の取り組みが紹介されまして、今年のピークよりもコロナ病床を2000床増やし、合計で3万7000床にすると、また軽症者向けの宿泊施設を1万4000室追加すると、で、さらにその他にですね、飲み薬としてモルヌビラピルを160万回確保し、早期国内承認を目指すというものをですね、フリップで紹介いたしました。えー、これについて青木氏は、これ以外にも、 の無症状者に対する無料検査を打ち出していて、これだけ見ると、それなりに第6波に対する対策が整備されているのかなというふうに思いたいのですが、皆さんご存知の通り、これまでもいろいろな対策を打ち出すんだけれども、目詰まりがあったという形で、なかなかそれが実行に移されなくてと発言。 あの、まずは目詰まりがあったってのは何のことを指してるんでしょうかね。さもまっとうなことを言ってそうで、実は何も言っていない人の典型例ですよね。それは1億人以上の人間がいればですね、人それぞれ順番とか対応があるわけですから。 全国民に満足のいくようなスピーディーな対策など鼻からできないわけですよ。それを目詰まりがあったと言われてもね、じゃあどうやったらその目詰まりが解消できるのか、対案を出してくださいよ。この辺本当にね、立憲共産党と一緒だなと、道りで彼らと馬が合うわけだよね、っていう感じで。で、こっからがですね、実は青岸問題発言が出てきます。 結果的にアジアではご存知の通り最大級最悪級の感染者が出ちゃったりとか東京大阪で医療崩壊状態になっちゃったわけですよねと改めて政府批判をぶっ込みました。そして今の感染状況が急減というのもちょっと理由がわからないワクチンがかなり行き渡ったということとそれからどうも年末から年明けにかけて飲み薬が登場してくるということなのでちょっとフェーズが変わってきてると発言しました。おしまいということでねあの <laughs> もうちょっとね乾いた笑いしか 出ませんよこの人は嘘みたいな話を顔色一つ変えずにさらっと一点のけられる人なんですよね。だってさ、皆さんご存知の通りってその喋り出しがすでに分かりきってる話なんで今更言うのもあれですけどみたいな感じでね、ぼーっとテレビを見てる視聴者を青木ワールドに引きずり込んでるじゃないですか。そもそも、 アジア最大級の感染者って何ですかアジア最悪級の感染者って何ですか語尾に級をつければ話がぼやけるのでね、断定したわけじゃない。だから僕の言ってることは間違っていないんだっていうふうな逃げ口を作ってるみたいなんですけどもね、ええー、ええー、大体わかりますよ。嘘つかないギリギリのラインを話をまとめていて、えー、BPO に刺されてもですね、あれは嘘じゃないから、アジア最大とも、アジア最悪とも言ってないんですから、あくまでも最大級最悪級なだけなので、僕は何も断定してないし、それが断定した ふうに聞こえたのならばそれは視聴者が錯覚しただけなのでというふうな言い訳が透けて見えるんですけれども そういう K-POP 的な表現はやめた方がいいですよ。それともあれかな、青木さんは元共同通信のソウル特派員なんで、あっちの生活がなかったもんですから、そこで K-POP 的な表現技法でも覚えてきたのかもしれません。例えばですね、BTS がアジア最大級のマーマーというアワードで最優秀賞を受賞とかって、そんな話が出てくるでしょなんだよ、そのママってやつだって。 よく調べてみましたら、ママというのは韓国のケーブルテレビが主催しているミュージックアードだっていうことなんですよね。なんだそれって感じじゃない。日本優先大賞とやってることが一緒じゃねえかと。なんかすげえ賞をもらった風に聞こえるんだけども、あれ全部錯覚ですからね。ですから、青木さんがアジア最大級だとか、アジア最悪級というのも同じ論法で視聴者を錯覚させる言葉なんです。そういう曖昧すぎる言葉を使う人が準レギュラーとして、 重報されているこのサンモニという番組がいかに低レベルな番組かを物語る事例でしょう。で、久々にですね、情報の早の血が騒いでおりましてね、ほんのずいまでしゃぶりつくすがごとくですね、これから青岸を徹底的に削りに行ってみたいと思うんですけど、まずはこちらのグラフをご覧ください。ドンこれはデイリーニューカンフィームドコビット1 9ケースパーミリオンピーポー。 ま、直訳するとですね、毎日新しく確認された COVID-19、その100万人あたりのグラフなんですけれども、えー、表示されている国がですね、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、 えちなみにですね、中国は数字がわけわかめなので対象外。モンゴルは飛び抜けて数字が高いので、それも除外しております。で、このグラフを見ると、日本が最悪な状況になったことなど、一度もないことが分かります。一番左が2020年のマーチ。そして一番右がですね、2021年のノベンバー。つまり、このグラフはコロナ蔓延直後から、今現在に至るまで一括で見れちゃうグラフなんですね。しかし、このグラフは線が細すぎて、ちょっと読みづらいんですよね。なので、このグラフにですね、マウスを当てて、 みましょうかするとあら不思議ご覧の通り感染者数の数値が高い順に国名が並びましたこの時点では一番上にサウスコリア2番目にシンガポール3番目にジャパンと続きますでこれをどんどんね右の方に寄せていきましょうはいシンガポールになりましたシンガポール続きますシンガポールになりますはい次はシンガポールの次はフィリピンになりましたフィリピン フィリピンになりました。次、マレーシア。マレーシアになります。そのまま、どん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 右に行くと、次がフィリピンですね。フィリピン来ました。またフィリピン。そして、そしてまたマレーシアになりました。そのままマレーシアがどん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 拡大していきます。マレーシアのでかい波がやってきました。そしてここから、今度はですね、突然シンガポールの波が来ました。そしてシンガポールそのまま、一番最後はですね、シンガポール、マレーシア、タイ、サウスコリア、フィリピン、インドネシア、ジャパンということで、 日本が一番感染が少ないという風うに出ております。ということで。 このグラフを見る限り、日本がアジアで最悪になったことなど一度もありませんし、最悪級の数字がどこに存在していたのか、さっぱりわかりませんでした。ついでに言えば、日本は最悪級だと言ってるんですけどもね、じゃあ今はどうなのかと、今、11月の時点で日本は最大級、最上級で感染者、死亡者ともにアジアどころか世界で一番少なくなっていますよ。結局あんたはだからね、日本作業したくて気持ちよくなってるだけのただの左翼論者です。まあとりあえずですね、僕は青木治虫が三文で嘘をついたと、 今こここででででで認定ささせてももらららいまますすののから青木さんかんよったらこの件で僕と一緒にね動画でコラボでもしましょうよ何をもってアジア最大級と言っていたのかもしかしたら日本は人口が多い国なので、その絶対値をもって多い少ないと判断していたんでしょうかでもそんなこと言ったらですね、モナコの人口は4万人ですからね、全員が感染してもマックス4万人しかなりませんから、そういうペテンシ的な数字はなしでお願いしたいと思います。なお、今回お見せしたグラフはですね、ジョンズ・ホップキンス大学による COVID-19 データから取得されております世界的に採用されている統計データなのですが、まあもしかしたらですね、もしかしたらなんですけども、青木さんは別な統計データを採用しているかもしれませんよね。なので、もし僕とコラボするなり、あるいはですね、このさせる動画に対して抗議するのであれば、青木さんが分析に使ったデータを開示願います。なんでしたら僕の方でそのデータをね、もう一回読み込んで分析して差し上げますから、無料でね。それで青木さんが分析に使ったデータが、ジョンズ・ホップキンス大学のと違うのであれば、 データ提供元が嘘800の改ざんデータを提供して、青木さんを貶めるつもりでやったのかもしれませんのでね <laughs>。それだったらむしろかわいそうですからね。僕は同情しますから。そのデータの提供元を一緒に叩こうではありませんか。何をしてくれてんだと。世間一般のデータと乖離した情報を俺に喋らせやがってと。これでもし BPO に訴えられたら、準レギュラーでやってる三文人を降板させられちゃうじゃないかって感じでね。ただでさえ、羽鳥さんのモーニングショーを降板させられて困ってるのにってな感じでね。 そこを叩いいいてあげまますすからコラボ動画1つよろししくお願いいたしますと <laughs> はい、そして今日はですね、週末からずっと続いている国会議員、一日で100万円の荒れな話題をスポーツ報知より見出しがですね、橋本徹氏一日だけで満額100万円支給に関し、立憲民主も国民民主も令和も共産も起きてまっか。 ということで本文を抜粋して読んでいきましょう。橋本徹氏が14日、自身のツイッターを更新。10月31日に当選した衆院議員に文書通信交通費が満額100万円支給されることに疑問を呈した。この問題は、10月31日に衆院選で初当選した日本維新の会、小野大介衆院議員が SNS で文書通信交通滞在費が満額の100万円支給されたことに疑問の声を上げたことによるもの。さらに大阪府の吉村知事もツイッターで 維新の新人議員、小野さんから、なんと10月分の文書交通滞在費100万円が現金で支給されたとのこと、領収書不要、非課税、これが国会の常識、おかしいよと投稿していた。橋本氏は、立憲民主も国民民主も、令和も共産も起きてまっか、山本太郎さんも4時間で200万円、丸取りならあんたの言うこと信用並んで、とし、続けて、野党一致団結して文通費を正しましょうよとツイートした。おしまい。 ということで、この件はこの週末からずっと続いていた話なんですけれども、 今回受かった新人議員、まあね、復活組も含めてなんですけども、衆院議員121名がたった1日でというかですね、10月31日に当選して、その時はですね、万歳参照しかしてないわけですからね、実質稼働日はゼロなんですけどもね、それで10月分として1人につき現金100万円が出ています。合計すると1億2000万円にもなりますので、おいおいこれは何ですかと。しかもこれは経費扱いのくせに領収書不要、そして、 経費扱いのために所得税の対象外、つまりですね、何ら課税されることなく、丸々100万円をゲットできるということで、これはもう国民総出で怒っていい話です。もうね、馬鹿臭いよね。こんなんで税金など払ってられるかっていう話なんですが、この話はここからがカオスです。言い出しっぺの維新の小野議員につられて、先ほどの記事の通りですね、吉村知事がこれにこうしたものの、その吉村氏はですね、令和新選組の大石秋子議員によると、 吉村知事が衆院議員を退職した2015年10月1日、10月の文通費100万円を受け取ったか、衆院担当部署に問い合わせたら100万円受け取った。返金していない。との回答でした。吉村さんと維新はこの6年間何をやったんですかやる気がないのに騒いでるだけなのが明らかになりました。とツイート。吉村知事にブームランが刺さったようです。<laughs> 何やってんだよ、吉村知事はと。こういうふうに言いたくなりましたが、ただこれちょっとね、グレーゾーンな部分もありまして、 この文書交通費はですね、どうやら国庫に返金できないようでありまして、ということはですね、大石秋子議員の指摘というのはもしかしたら間違っている可能性もちょっとだけあります。制度上返金できないのであれば、どこかに寄付した可能性も捨てきれませんし、言ってる通りですね、2015年10月分を取っ払いで丸々もらった可能性もあります。なので、今の現時点では吉村知事を求断するのはもう少し様子を見た方が良いのではなかろうかというふうに僕は思っておりますが、で、さらに面白いのはですね、この吉村知事を 急断している令和新選組の大石昭子議員もその新人議員の一人なんですよねつまりこの100万円をもらった側の人間ですってことはですよ この大石昭子議員は、吉村知事を休断しつつも、吉村氏が返さないんだったら、私だって返す必要がないというふうに言ってるふうにも取れちゃうわけです。令和の大石さん、あなたこれだけでかい口で叩いておきながら、制度にのっとり満額いただきますって言うんだったら、詐欺師もいいとこですよ。室井ゆずきから太郎ちゃんと親しまれている山本太郎代表、あなたも同じ境遇でしょう。いただけるものはいただいちゃう人なんですか 消費税をなくすのはいいんだけど、まずは、その実質稼働日ゼロでポンともらえた100万円をどうするのか、国民に教えてくださいよ。まさか〇〇もらうとか言わないでしょうね。でね、この1日100万円の件に関して、今日11月15日のお昼現在なんですけども、把握している情報は、 維新は100万円を全部党本部に寄付させて、維新から別途コロナで苦しんでいる国民に届くよう寄付先を考えるとしています。また国民民主の玉木代表は、たった1日の勤務でも1ヶ月分丸取りできる文書通信交通滞在費の問題点はこれまでも指摘されてきました。制度改正できずに維持してきたことは立法府の一員として大変申し訳なく思います。 国民民主党としても、日割りで給付を可能とするため、与野党各党と協議を進めるように、古川国対委員長に指示しました。ということで、ちょっと何言ってるかわかんない。<laughs> あの、玉木さんは、文書交通費は問題だとしながらも、いただいて100万円を返すのか返さないのか何も言っていないんです。この書き方だと、今回は見逃してくれよというふうに聞こえてくるんですけれどもね。 でね、意見表明してるのはこの2党だけでして、突っ込みどころはあるんだけども、言及するだけはまだマシなんですよね。それ以外の党は何もコメントしていませんからね、ドイツもこいつもゲニゼマですよ。なんかさ、 個人所得が970万円を超えるとね、その育児家庭でも給付金が10万円もらえないだとかって言うじゃない。でもその970万円を軽く超える文書交通費、1200万円が課税なしで丸々手に入っちゃうというね、その国会議員でやっぱね、どう考えてもおかしいですよ。おい、青木治めよと、ここにアジア最悪級の議員報酬制度があるじゃないかと、ジャーナリストだったらツッツけを期待してるぜということで、今日の話が長くなりましたので、これ下にして、最後はほっこい,い謎かけで締めたいと思います。サーモのン ジャーナリストとかけまして1日で100万円もらった議員届きますその心は毎度大きに <laughs> いやーしかし青木 D さんって日本酒が好きだよねこんなにコロナが落ち着いていても全く強化しないだなんて世界の研究者は今なぜ日本だけが飛び抜けて良い数字を出しているのか感染者がゼロに近づいているのか注目の的なんですけどもおかしな話ですよねということで本日も面白かったためになったというかですねチャンネル登録いいねボタンの方よろしくお願いいたしますありがとうございました 「ササヤン」でした。